学術出版は学術的研究を出版すること。理系では学術雑誌での発表が中心であり、書籍の比重は大きくない。一方、人文科学、社会科学などの文系では書籍の重要度は高い。学術書は一部の書籍を除き、勝負数で刊行されるため、一般書と比べると一冊の値段は高い傾向にある。これは、 学術書のページの組判定裁が複雑であったり、特殊な記号を用いること、内容が難しい本文を読みやすく作るには、オーブン組やワオー色についての基礎知識と、高度な日本語組版知識と技能が必要であることによる。歴史的な研究なら、板や座、漢文、変体仮名などが入ることもある。印刷代は勝負数の場合には、割増料金がかかり、 性本来も割増料金がかかる。したがって研究者から出版企画を依頼された場合、特に商業出版社に多いが予想される実売部数とコスト面から出版を見送るケースもある。学術出版の発行元としては、大別して大学出版会と商業出版社の二つがある。その他自費出版されるケースもある。それぞれの分野の編集者は、 学会誌を読んだり、学会に参加して、発表を聞いたり、研究室を訪問したりという日頃の積み重ねに基づき、研究に対する理解を高めるとともに、トレンドにも関心を持ち、新しい研究を世に送り出している。理系を中心とした学術雑誌の電子化が進んでいるが、一部の欧州の学術出版社によって、河川状況にあり、雑誌購読料の高騰が、 問題になっている。これらを回避するように海賊版サイトが立ち上がることもある。ありがとうございます。